こんにちは、沖縄羅針盤パーソナリティの富田恵です。最近ですね、すごく困ってることがありまして、静電気なんですよね。皆さん、冬場の静電気怖くないですか？車のドアを開けるときとか、それから何かこう金属のものに触ったりすると、特に寒くなるとね、こうセーターを着ることもあるので、バチバチバチっと着て、どうも静電気持ちなので、とっても怖くなってしまうんですけども、なんかこういろいろ対策があるらしいんですけれども、試してみてもなかなか効かないので、もう私自身は年を取ったせいだということで諦めることにしてますけれども、皆さんはいかがでしょうか？さあ、沖縄羅針盤、今日も5時までお届けいたします。どうぞお付き合いください。那覇空港のどこかにあると噂のコーラルラウンジ、今週は京都造形芸術大学教授で空間演出デザイナーの大野木博人さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりです。大野木さんは京都市のご出身、大学卒業後1967年から個展、公募展、グループ展で彫刻作品を発表、1972年からディスプレイの仕事を中心に立体造形を担当、1983年三宅一生ボディーワークスで人形制作を担当し、以降ファッションデザイナーと組んで多くの新しいマネキンを発表。主な参加作品として三宅一生ハート展や国立民族学博物館赤道アフリカの仮面展や、ラテンアフリカの音楽と楽器展、現代のジャワサラサ展など、美術館の企画展でアートディレクションや会場構成なども手掛けています。産学連携で二条城ライトアップ、松江武者行列ほか多数のプロジェクトに取り組み、常に人に優しい空間とは何かをテーマに、その活動範囲を広げています。京都造形芸術大学は今最も勢いのある芸術大学として注目されていますが、大野木さんは副学長も務められた大学経営のキーマンです。そんな大野木さんが近年は沖縄に魅せられて頻繁にいらっしゃっているとのこと、対談はそのあたりから始めています。それではどうぞ。京都造形大の大野木先生に来てもらいました。去年も沖縄でお会いしたし、一昨年もお会いして、はい、東京でもお会いしましたし、京都でもお会いしましたし、お考えをお聞きする機会が多くて、今度の沖縄は私ご案内させていただきましたけども、大学院大学に行っていただきましたけどね。いやびっくりしましたね。小野木さんにね、沖縄という固定概念じゃない世界も見てもらおうと思いましてね。いや本当にそう思いましたね。日本でこんな大学があるにゃっていうのをね、改めて見つけた気がしましたね。あれはですね、もちろん日本政府のお金ですけども、沖縄に対する投資と、沖縄振興のお金として未来への投資を、これ日本中でやってるんだというふうに理解していただきたいんですけどもね。いやもちろんそんな感じしましたね、うん、非常にインターナショナルだし、それから沖縄でああいうものがあるということ、実はほとんどに日本のにほとんどの人がまだ知らないんじゃないかと思うんですよ。ちょっと託してやりますからまだいやそれに、驚いたのと、それからこういうですね、ローカルな場所にあれだけの施設を持って、そしてあそこからの発信が世界に向けてるじゃないですか。このね、図式が面白い。普通東京とかですね、大阪あたりの大きな都市がですね、そういう発信をする場所というのは概念的に多いんだけど、沖縄のようなところにですね、そういうあれだけのレベルのものをしっかりと、しかも環境を含めて作り上げてるっていうのがですね、僕には驚いてきた。今年以降研究成果として現れてくるというふうに、今日伺った研究者たちもそう言ってましたし、大学経営としてもそっち側もうそろそろだということになってきてると思うんで、期待していただけますか？もちろん期待もですけどね、それからそこでの研究の内容もですね、
あれこんなことやってるのというね、あのまさかあのアリの研究とかですね、ヒアリの研究は沖縄のここが一番だという話は、いやびっくりしましたね。あとやっぱりこう豚さんのですね、そういうあの排泄物、物をいかにエネルギーに変えるかというのに、しかもそれはですね、普通やったらあのメタンガスとかそういう考え方だけなんだけど、それを電気というですね、とんでもない僕らの発想ないものがあそこの中で、まあ、真剣にやられてて、で実現できそうだというようなですね、我々にとって言ったらワクワクするそういう話があそこにありましたね。あの芭蕉布の話も良かったですね。あ、そうですね。いや我々は芭蕉布を科学するという話はもう伝統 の、 あの技術だというふうに思って、それで終わりと思ってたもん。そうなんですよ。あれこれからですね、バナナっていう我々の概念がまたこれを変えなあかんぐらいですね、あそこに持ってる可能性ってこれからまたあるんじゃないかなと。ただ単なる布としての素晴らしさもあるけども、でももっとですね、あそこから生まれるものってひょっとしたら布以外のものまでいけそうな、バナナの可能性みたいなものまではですね、私ちょっと感じたんですね。アメリカで博士号を取ってきた学者たちが沖縄の芭蕉布を研究してるという話、はい、これね、いやびっくりしましたね。僕も今日は初めてだったので、あの小野木さんの沖縄感が少しこう広がってもらうといいなと思って僕はご案内したんですけど、もともとね日本って鎖国やってたじゃないですか。ところが沖縄の、まあ、まあ位置もあると思うんだけど、やっぱり海外とのつながりのやっぱ大きな拠点やったわけですよね、まあ、そういうところが今もってきっちりとその形をですっていうか役割をですね担ってるのは、これやっぱ沖縄っていうのは不思議な国やなという気もしましたね。最後にその話にまた戻っていこうと思うんですけども、はい、京都造形芸術大学、あの去年私お伺いして、あのいつも行きたいな行きたいなと思って言いながら、うん、あの小野木先生にキャンパスも案内していただいて、あのなんていうかな、日本の大学らしくない大学、はい、そうですね、あのムード、僕あの想像通りでしたし、また刺激を受けて帰りました。そうでしょう、あの芸術で、うん、文化で日本を変えるんだということを大看板掲げてますよね。そうです、芸術立国と言います、うん、これはあの先代の、徳山松竹、まあ、理事長だったんですけど、まあ、創設者でもあるんですけど、彼がもう何にもないところからですね、ゼロのところから少しずつ少しずつ作り上げた、築き上げた大学なんですね。で我々はもともとこれほど強い理念のある大学っていうのは、ある面ではひょっとしたら宗教でもあるんちゃうかと裏にと思ったぐらい、ある面で私そこに入る時にはちょっとビビったぐらいなんですが、実際中に入ってその理念のもとに我々動いた時に、全くそれを裏はなかってですね、まさに信念というか理念だけで、動いてた大学です。2019年総額、見学から何年になりますか、2019年でもうね、うん、47、8年になりますね。当初からこの理念でしたし、はい、そしてやっぱ結果がというかね、大学が大きくなっておられるから、はい、いや、すごく日本の中での存在感が出てきたというふうに、いや私そう思っているんです。確かにね、例えば芸術系の大学で日本で学生数は一番多い、うん、一番大きい大学になっちゃってますし、からまず狙ってるのが芸術家やデザイナーを育ってる大学ではないということです。これが我々やっぱりうちの大学が他の芸術系大学と違うところだろうという気がしますね。狙ってるのはそこじゃないということ、狙ってるのは何だという話を聞かれたらどうお答えになるんですか。一つはまともな人間を育てる、はい、それをすることによって国なり人の本当の姿みたいなものをきちっとですね、世の中作りに生かせるだろうと。そういうまともな人間というのは何なのかということになるんですが、これが芸術という一つの切り口によって作り上げる人間なんですけど、つまりそれは例えば自分が良ければいいんじゃなくて、みんなと一緒にやらんなん、みんなと一緒に生きていかんなんというのは、芸術というのは他を認めるっていうか、
結局自分だけが良ければいいんじゃなくて、自分が表現したものをみんなが賛同を得るためにある表現方法なんですね。このことはある面ではみんなが自分じゃないところの人たちのものを感動したり良しとし、そしてそれを認め合いながらいいねということをお互い共有できていくというね、これ他者を本当にいい形で認めていける全く競争じゃない世界としてある唯一の方法論が芸術というね切り口じゃないかなと思うんですね。それができることがまともな人間だということということなんですね。そうです、他者が認められる人間というのは、認めれるというものがそのまさに多文化であり、あの他の国の文化である、他の人々の民族の文化であるということというのはすごくそうつながっていきますね。そうでしょう、あの今まあいろんな多様性のある中で、うん、みんなそれを多様性をみんな認め合おうやっていうにかかわらず、やはり自分たちの国は良くならなくちゃならない、自分たちの身の回りだけでもなんとかいいようになりたい、そういうやっぱり思想というか、これはもう政治も経済も必ず、まあ、場合によっては宗教までもですね、自分たちが一番だというそこに持っていこうやというのがですね、どうしても意識の中に競争原理としてあるわけですね。そしてこの 2,3 年世界はあの世界の超大国がそのことを言い出してしまったもんだから、えらいこれえらいどこまでそれどこまでそれ超大国、世界の経済も軍事もパワー持った国がそれ言い出したら、いや僕はまあ有識時代だと思ってますけど、でも今我々こう付き合ってるいろんないい人たちっていうのは全くそれとは違う逆のですね思想がみんな持ってきて、その哲学のもとにおいて手をつなごうとしているのを僕は事実だと思ってまして、これは今まあある面ではどっかで人間の営みの社会の限界みたいなものは感じるんだけど、でもそこから次のですね新しい芽がですね僕は出てきてると思うんです。でそれが芸術という切り口でやれば簡単にみんな共有できるんじゃないかなと。出てきてると、あのじゃあ大野木さんから見られると、今あの世界を覆っているこのグローバル化の波だとか、メディアであの言われているそのアメリカと中国との対立だとか、あのアメリカの一国主義だとかいうことがこうメディアでこうずっと出てくるんだけども、そうじゃない潮流もちゃんとあるぞと。あります、ある、確実にあると思ってます。これは僕らがこういろんな人と付き合ってたり、ものづくりをやってる人たちとか、そうじゃなくても例えば自然を愛する人たちとか、そういう人たちのはみんなですね僕らと同じようにね、例えば今の、自分とは違う人たちに対してちゃんと受け入れられる、これは違うんだ、例えばそれぞれのオリジナリティをみんな尊重し合おうや、国のそれぞれの持ってるものをいいものとしてですねみんな認めようやというような動きはですね確実に増えてきてると思いますし、そういう人間は本当にずっとネットワークがつながり始めた、これは次の世の中に必ずですねいい運動として一気に広がるんじゃないかなと。でそれが IT とかですね、ああいう、まあ、一つのシステムがですね非常に後押しする、役立ってきてるんですね、うん、僕はそのように思ってますし、その中心に文化力やあのその芸術という部分があるというふうに見ておられる。もちろんそうですね、あの違いを認めるというのは文化や芸術もそうですけども、もう一つやっぱその先に宗教というのがありますよね、はい、ここも認めきれるかというのがこれ、はい、あの地球人に問われてますよね。そうですね、本当に今までも、まあ、結局いろんな争い事も、うん、まあ、宗教から起こっていることも結構歴史的にはあるんだけど、でもそこからやっぱり違う発想を持とう、で宗教じゃないところに、でも宗教的なんだけど芸術論なんかは結構ですね微妙に違うみたいなんだけど、実は僕は人間としての本当の真っ当な考え方は芸術というところがベースにあれば、あのできる、見学の精神がそこにあって、そしてそれから、40年近くなったということです。で今卒業生たちがその民間やその官民挙げて、京都造形大の学生たちが引っ張りだこなんですよ。これあの、ここにおる前であれですが、就職もすごくいいんですよね、うん、なのでどんどんあのそれこそキャンパスも増やして大きくしておられるし、はい、サテライトも作られるし、まあ、志願者数も結構嬉しい悲鳴なんですけどね。
京都造形大のその魅力は何なんですか。その見学の精神からもう少し具体的にこういうことが構想してるんだよという話を伺いたいです。うん、みんなそれぞれいいようになりたいっていう気持ちの中で、うちの大学は入って今まで習ってないようなことをそこでまあ習うというよりまあ体験できるということがすごく大きくあって、これは一つは社会実装というね、社会とのつながりの中で学ぼうやというのが一つありますし、であとはコラボレーション事業というのが大きくありまして、でみんなでですね助け合って大きなものに向かって一気に突き進むという、でこういうやり方の事業がですねすごくやっぱりベースになる人、まあ、学生の力、ベースの力としてですね人間力がアップされたり想像力ができたりとかいうことにつながってて、それがあれよあれよの間に、勝手にですね就職率なんかがビューッと上がったりしているという、社会実証、社会とつながりながら教育を展開してるんだというふうに理解でよろしいですか。そうですね、例えばね今までやったら絵を描いていい絵だなって言ったら、うん、あそれで満足でどんどん絵を描いてたらいいという世界だったんだけど、でも今は我々はお前はなぜこの絵を描くのかというね、そこに奥にある君の哲学って何なのということを絶えず問うようなそういう事業に変わってきてますから、だから本人もですね何のために生きてるんやというところまでつながっていくんですね。そうすることによって非常にやっぱり社会との自分との関係性をかなり4年間の間にねきちっと、まあ、ある面では自分で結びつけて、でそれを社会の中に自分の使う位置を、まあ、どっかに見つけようとしているという気がしますね。大野木さんのちょっとね関西イントネーション混じりのお話ってとっても楽しく聞けました。まあ、芸術を使ってまともな人間というのはどういうことかというのを考えていきたいと、大野木先生曰く、競争ではなくて他者を認めることができる人間を、まあ、芸術を通して、まあ探っていきたいと、社会の中で自分の居場所はどういうところにあるのか、社会と自分との関係を大学の中で、それぞれが専攻するものを通して深めていくというようなお話でしたけれどもね、島田さんはですね京都と沖縄で新しい価値を創造してみたいということを大野木さんとお話しするといつもそんな気持ちになるということだったんですけれども、このお話の続きまた来週お届けしたいと思います。今週のコーラルラウンジは京都造形芸術大学教授で空間演出デザイナーの大野木博人さんと、ラウンジ常連客で沖縄大学地域研究所特別研究員の島田克也さんのおしゃべりでした。では一曲お届けしたいと思います。映画も話題ですね。1975年のナンバーです。クイーンでボヘミアンラプソディ。 Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little low. Any way the wind blows doesn't really matter to me, to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's dead. Just begun, but now I've gone and thrown it all away. Mama, ooh, didn't mean to make you cry. If I'm not back again this time.
めぐみのあしゃぎだよりのコーナーです。先日お伊勢参りで三重に出かけたんですけれども、その時にちょっと伊勢の方から足を伸ばしまして、鳥羽にあります鳥羽水族館に行ってまいりました。水族館大好きなんですけど、この鳥羽水族館、前々からね、一度行ってみたいと思っていた場所です。ここはね、お魚だけではなくて怪獣がたくさんいることでも有名なんですよね。ガオーの怪獣の方じゃなくて、海に住む哺乳類の怪獣の方なんですが、アザラシとかラッコとかアシカとか、可愛らしいスナメリとか、それから横になったままですね、ピクリとも動かないトドなんかもいたりして、とっても楽しい水族館なんですが、一番のお目当てはジュゴンでした。ジュゴンというのは大変飼育が難しいと言われてるんですけれども、鳥羽水族館は日本で唯一飼育展示している場所なんですよね。ジュゴンに会うことができました。生きているジュゴン、餌を食べるジュゴン、初めて見ました。本当にラッキーなことに、ちょうどご飯の時間で、海藻をですね、むしゃ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 食べてたんですけれども、すごく食べるんですよ。多分私2、30分水槽の前にいたと思うんですが、ずっと食べ続けていました。実際海に住む、ジュゴンはですね、1日に数十キロの、海藻を食べると言われていて、水族館の方では海水と一緒にですね、レタスなんかも一緒に与えていたんですけれども、本当に可愛らしいジュゴンを目の当たりにして、このジュゴンが沖縄の海にもいたんだな、でも最近は見かけなくなってしまったんだなということをとても残念に思いました。でもたくさんの海藻が必要で、そのためには綺麗な海が必要なんですよね。あのジュゴン、また沖縄で見ることができるようにするために、私たちウチナンチュ、そして人間の側がやるべきことがあるんじゃないのかなということを、ジュゴンを見ながら考えた、鳥羽水族館でした。めぐみのあしゃぎだよりのコーナーでした。ラジオ沖縄ではラジコでの配信を行っています。スマートフォンやパソコンでリアルタイムでお聞きいただけるほか、1週間の振り返り聴取も可能ですよ。沖縄羅針盤、今週も最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。そろそろお別れのお時間です。パーソナリティは富田恵でした。それではまた来週。第19回綾橋海中ロードレース大会、4月7日開催。ただいま参加者募集中。コースはハーフマラソン、10キロトリム、3.8 キロトリム。磯の香りを楽しみながら海中道路を走ろう。お申し込みはファミボート琉球新報社。 HY です。みんなで一緒に走ろう。月曜日から金曜日の午後2時30分からは GoTo Me Too。 月曜日から水曜日はモーリー水曜日から金曜日は川光アンディメッセージリクエストは gumi@rokina.co.jp。 番組とリスナーで GoTo Me Too。 5時をお知らせします。 JOXR